まあ、もちろんねロイバルも寝技が強いしなかなかね簡単にはいかない相手ですけども、今の達郎の実力であれば必ずロイバルには勝ってくれると思います。じゃあパント王者との相性はどうですか、平田達郎になると。試合でこうごちゃごちゃして結局最後勝つみたいな、スタミナもあるし打撃ももちろんできるし、テイクダウン寝技もできるし、試合に相当強いですよね。嫌な相手なのかなと思いますよね。もしも、はい、平がチャンピオンになって、はい、でレイ君が上がっていって、はい、もうタイトルマッチになったらどうするんですか。格闘キャスへようこそ、シーンです。今日はとても特別なゲストがスタジオに来てます。釣りは代表です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画では平達郎 vs ブランデン・ロイバルの試合について話したいのと、あと釣りはレイの UFC デビューを振り返りたいと思います。はい、レイ君 UFC デビューしましたね、はい、感想を聞きたいんですけど、どう思いましたか。彼がね UFC 上がりたいというのはもう小学生中学生ぐらいからの夢でしたから、はい、でね、コンテンダーシリーズで初めは出たかったんだけども、ちゃんとロード2から出てくださいということでね、1年間トーナメント待たされて、でやっとのデビュー戦だったんでね、彼にとっては一つの夢が叶ったということでね、やっぱり周りがですねどうしても一本勝ちを望んでたんで、はい、彼自身もそれをね応えようとしてて、それができる相手だと思ってたし、そういうふうに僕自身も思ってたしね、だからちょっと急ぎすぎましたよね。まあ、もちろん結果はね勝ったからいいんですけども、1ラウンド目からこうガンガン、まあ、いつも通り飛ばしてね、はいはい、でもう1ラウンド目から1本決めようとしてたじゃないですか、はい、だからまあ何個かねこう焦ってしまってミスが何個かありましたよね、うん、まあ、結果的には勝ったんで僕は全然いいんですけども、はい、内田陣営としてはやっぱり足換に行ったところがあるんで、膝十字とか行ったところもあるんですけども、うんうん、あの辺もちょっとやっぱり MMA のトップの試合で足換ってなかなか取れないんで、はい、こう今成選手ぐらい の、ね、あの足換の強さがあればいいんですけども、足換には僕は行った行くのはちょっと違うなと思ってたし、うんうん、3ラウンド目もあそこで豪快なこう反り投げに行ったんですけども、それが失敗して下になってしまったりとかね、でちょっと1ラウンド2ラウンド飛ばしすぎたんでスタミナもなくなってしまったりとか、それが全部彼の経験になったんでそれは良かったなと思ってますよね、はい、今後それをもうミスをしないわけじゃないですか、これから USC というねすごい舞台に上がっていくわけで、ね、だから経験としてはすごく良かったと思ってます。会場の雰囲気とかはどうでしたか。そうですね、一発目からナンバーシリーズだったんで、はい、本当に恵まれてますよね。はい、で本当はあの時マクレガーがメインで出るはずだったんですよ。そうでしたね、はい、確かに、はい、で彼自身もねマクレガーに憧れてたんで、はい、まあ、僕もマクレガーね見れるんだと思ってたし、はい、マクレガーと同じ大会に出れるって相当興奮してたんですけど、まあまあね急遽出なくなったんで、うん、でもやっぱりその公開計量にしても何万人のお客さんが見に来てて、やっぱり規模が違うなと思いましたよね、本当に、うん、あの大きい舞台でやれてよかったなっていうのはありますよね。はい、はい、その試合が初めて UFC のイベントでセコンドされた試合になるんですか。うん、そうですね、はい、実は僕のジムも25年以上やってるんですけども、 UFC ファイターが一人もいなくて、まあ、扇久保が惜しかったですけどね、はいはいはい、でいなかったんで初めてだったんですね UFC のセコンドというのは、はいはい、だ僕自身の夢も叶ったで、うん、本当に忘れられない一日でしたね、あれは、うん、はい、あと WWE スターもセコンドで、 はいはい、あれはどういう流れで、まあ、正確に言うと25年前に松戸でですね、はい、アマチュアのシュートの大会を僕は開いたんですよ、はい、その時に中村選手が大学4年生で参加してくれたんですよ、はいはい、あのアマシュートの大会に、はい、で試合に出てくれたんですよね、はい、その時からの一応知り合いなんですよ、うん、はい、それで今回このアメリカでやると、でみんなマクレガーの試合見たいじゃないですか、はい、で、まあ、ちょっと僕は知り合いにこれ中村選手来てくれないかな、まあ、無理を承知言ったら一発返事で行きたいというか行きますというふうに言ってくれて、はいはい、と思って僕は信じられなかったんですけどもで話がトントン拍子に進んで来てくれたんですよ、ね、はい、面白いですね、25年前からのあれで、そういうあれにつながるっていうのは、人生って面白いですよね。まあ、中村選手もね、ちゃんと子供の頃から、子供っていうか、高校生からレスリングやってて、大学でもレスリングしっかりやってて、はい、まあ、レイもレスリングやったんで、レスリングつながりではあるんでね、あ、うんうんうん、
で本当にそれもすごく嬉しいことでしたね、僕らとしては、はい、アメリカは前には行ったことあるんですか？誰がですか？ああ私ですか？あもうアメリカはもう試合でも何回も、はい、あのうちの選手の試合とかでもう何回も行ったことあります、はい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 、好きですか？どうですか？まあまあもちろんあの、うん、好きですよ、はいはい、ご飯は？ご飯はちょっとあれを食べてると体悪くなるかなと思いますけども、まあ、すべね本当に油物とかね、はい、あのジュースとかもすべて大きいじゃないですか。何でもサイズもね、サイズも大きいから、だからなるべく野菜を食べないと太っちゃいますもんね、あれ食べてるとずっと。だから大きい人多いですもんね。でかいでかい人がもう太ってる人が多いですよ本当に。はいはい、まあまあ本当に、うん、そう思います。アメリカンサイズっていう言葉がなんか、うん、だからこそ出来上がったっていう感じですよね。そうですよね。 UFC チャンピオンを育てる夢をずっと持ってたっていうことだと思うんですけども、はい、それは引退した後、うん、僕がですか？目指す、もちろんそうですね、はい、もう引退した後に選手を育ててる時はまだ小さいジムだったんでそこまでは考えてなかったんですけども、はい、あのまあ、日本のチャンピオンを育てて、うん、やっぱり UFC っていう舞台に選手を上げたいと思ってたし、うん、でその中で世界、ね、まだ日本人アジア、ね、人初の世界チャンピオン、あ UFC チャンピオンが出てなかったんで、はいはい、それを作るにはどうしたらいいのかなっていうのはずっと考えてやってました、うんはいうんうん、じゃあ別にその UFC がめっちゃ好きっていうわけではなく、ただ UFC が一番強い選手が集まってるから UFC っていう感じですか？まあ、UFC はもう昔から第1回からねもちろん見てますし、はい、で好きでしたよずっと、うんはいはい、だからまだ初めはそのトップじゃなかったじゃないですか。あ、ね、その頃からもしっかり見てましたし、はい、日本でもその頃 USC ジャパンあったのも見てますし、だから USC 自体は好きでした、はい、ここね何十年かでこう USC っていうものが MMA 界でナンバーワンになったわけじゃないですか、はい、でやっぱりそこで一番になるのが本当のチャンピオンだし、それを育てたいなっていうのは考えがあったんで、うんはい、もうずっとそれは思ってましたね、うんはいうんうん、なるほどですね。それは平達郎選手はノーカウントになりますか？まあまあまあそうですね、僕の弟子の弟子ですからね、はい、まあ少しね、あれですけど実際僕の教え子じゃないですからね、はい、それはノーカウントですね、はい、ノーカウントですか、はいはい、そっか、うん、でも確率はかなり高いじゃないですか、平達郎選手は、まあ、もちろんそうですね、もちろんね僕の一番の教え子で松根亮太、彼が育てたね完成された選手なんで、はい、もちろん僕もあの彼が USC チャンピオンになってほしいし、うんうん、あのそれを望んでますしね、もうその可能性ももう大ですしね、はい、うん、はい、ロイバールに勝てば、はい、多分タイトルマッチ次決まるっていうことですね、すごいですよね、はい、じゃあ育てた USC チャンピオンはやっぱりレイ君に期待することになりますよね。もちろん僕釣り有吉の個人的な意見とすればもちろんあの息子なんでね、はい、USC チャンピオンあのなってほしいのはもちろんあります、それは、はい、でもまあ 今の現状を見ると、はい、やっぱり平達郎が今次ロイバルに勝てば間違いなくチャンピオンシップいけるだろうし、うんうんうん、そこはもう達郎に今期待してます、はい、そうです、はい、もう必ずロイバルには勝ってくれると思いますし、ああそうです、はい、勝ちますか、はい、はい、まあ、もちろんねロイバルも寝技が強いし、はい、なかなかね簡単にはいかない相手ですけども、うん、今の達郎の実力であればあの僕は達郎勝てると思います、うん、どういった展開を予想してますか？やっぱりロイバルは寝技が強いんで打撃では達郎がやや有利 でテイクダウンも今までちょっと立ち技打撃や寝技に比べて、まあ、落ちはしないですけども、うんうん、テイクダウンのところが少しあれかなと思ってたんですが、うんうん、前回の試合でしっかりテイクダウンしましたもんね、はい、だからあテイクダウン技術もかなり上がってるなと思ったんで、もしロイバルが下になって下から仕掛けてきたとしてもそれをしのぐ実力があると思うし、そこだけしっかり気をつければロイバルには、まあ、なかなか一本は難しいかもしれないけど判定で僕は達郎が勝つと思ってます、うんうん、はい、これ5ラウンドです。あメインイベントだから5ラウンドですね、まあ、そうですね、はいはい、勝ってほしいですね、はい、前回の試合はどう思いましたか？打撃でどうかなと思ったんですけども、はい、打撃も結構してましたもんね、うん、しっかりと首相撲からの膝とかを当てて、はい、だから成長がすごい見えますよね、はい、達郎の場合は、はい、でテイクダウンも切ってそれで自分からのテイクダウンしたのはすごいなと思って、うんうん、でおたつロックですか、はいはい、あれも試合前から考えてたっていうからね、うんうんうん、あのすごいなと思うし、うんうん、だ達郎の場合練習よりもあの本番で実力を発揮するタイプかなと思いますよね、うんうん、練習は多分いろいろ考えながらやってんだなと思って、達郎の練習ももちろん見てますけども、はいはい、だからまあ前回の試合も見事に勝ったし、はいはい、あのまま多分
怪我がなくても勝てたと思うし、まあ、あとはね2つロイバルと、まあ、パンドージャ、その2つまでそこまで来てるんで、そこはもうぜひもうこのブラックベルトジャパンから、ね、はい、うん、の選手としてはもう勝ってほしい、はいはい、あります。それは結構早いペースで上がってますよね、タイラー達郎ってデビューしてどうなのかなと思って、結構今までの選手を見るとランキング選手といきなしやる選手とかいるじゃないですか、うんうんうん、2戦目でランクアウトやったりとかするパターン多いんで、なんかそういうの見ると、はい、まあ、確実にこういってるなとは思うんですけども、まあ、早いとはあんま思えないんですよね。もう、うん、まあ、確かにその、うん、プロハスカとかに比べると確かに、うんうん、そうなんですよ。例えばエクセルでした、結構前の、はい、いきなし10位から1位にチャンピオンシップやったじゃないですか、はいはい、ああいうのを見ると早いとはなんか思えないなとちょっと思って、もうちょっと早めに僕はランカーでやらせてほしかったなとはありますけどね、うん、まあまあそれはでも平とかね松根とかが考えてゆっくりやってたのかもしれないですけど、はいはいはい、平 vs ロイバル10月13日ですね、はい、この日めっちゃ試合が重なってるんですよね、ボクシングのイベントが2つあって、あ、そうですか、はい、そうで平選手もあって、うん、でそれを全部見る格闘技ファンとかいるんですよね。すごいですよ。まあまあまあそうでしょう、うん。僕も見たいですよ全部本当に。僕はもう趣味がないんで、はい、基本的にはもう格闘技が好きなんで、はいはい、うん、なるべくそのやってる試合も全部見たいです。うんうん、はい、ちなみにタイラがロイバールに相性的にはやっぱりいいと思うマッチアップですか。うんうん、そうですね。僕はロイバルに関しては相性いいと思うし、モカエフはちょっと嫌な相手だなと思ってたんですよ僕は、はいはいはい、だからモカエフやったらこうテイクダウンモカエフ強いじゃないですか、うんうんうん、そこで決めれればいいんですけども、はい、うん、っていうのは思ってたんですけども、まあ、うんうんうん、モカエフがねああいう形でいなくなっちゃったいなくなったんで、かかっていなくなったっていうか、そうなんですよ。これもねついてるのかなと思って、うんうん、はい、じゃあパントージャーとの相性はどうですか、うん、平達郎になると。そうですね、まあパントージャーも練習よりも試合に強い相手だと思うんですよね、はい、試合でこうごちゃごちゃして結局最後勝つみたいな、うん、スタミナもあるし、うん、打撃ももちろんできるし、うん、テイクダウン寝技もできるし試合に相当強いですよね、はい、うん、なんか昔実は大木久保勝ってるんですよね。そうですね、はい、あの The Ultimate Fighter で、はい、でパントージャーも経験を積んでどん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 強くなってる感じがあるんで、うん、まあデミトリアス・ジョンソンとかと比べるとやっぱりちょっと落ちるなと思うんですが、うん、チャンピオンになってからマイナス点がなくなってるように見えて、うんうん、実際試合してみると嫌な相手なのかなと思いますよね、うんうん、簡単にはいかないと思うんですよね、うんうん、今確か結構連勝に乗ってるんですよ。そうですよね、5ラウンドにも慣れてると思うし、はい、はい、あれだけ防衛、ね、チャンピオンになって防衛して、うん、るんで防衛重ねるたびにどんどん実力上がってきてるとは思うんですよね、うんうん、じゃあタイラーに対しては、うんうん、ロイバルは相性良くてパントージャの方がきつい試合になるっていう感じですか。そう思います僕は、はい、なるほど、まあ本当に五分五分だと思うんですけど、はい、そうなってくるとやっぱりチャンピオン取りたい気持ちがどっちが強いかと、うん、まあ、要するにだからボクシングでもみんなやっぱり挑戦者がこう勝つことが多いじゃないですか、まあ、勝つことが多いというか、はいはい、そこはやっぱりチャンピオンになると何かこう目指してもなんかちょっとこうかけたりとかもするじゃないですか、うんうん、お金だったりとかなってくるんで、はいはい、そうなってくるとだから挑戦者のその気持ちでかなり変わってくるなと思います、うん、はい、うん、確かに。お、全部うまくいけば来年全然見られる、そうです、ね、マッチアップだから、ね、はい、超楽しみですね。あとレイ君もめっちゃ期待してるんで、うん、まあ、例はね、まあ、ゆっくりちょっと今、まあ、次決まってるんですけどまだちょっと発表できないんですけども、はいはい、あの今年中にもう1試合やってね、うん、まあ、あの例自体はあのランカーとやりたい気持ちがあるんで、はい、あのなるべく早めにちょっとランカーとはやりたいですね。あ、じゃあ結構もう、うん、トントン拍子で行きたいことは確かですね、はい、うん、楽しみですね、うん、俺プランがあるんですよね。もうレイ君がデビューした後から、うん、もう映像とか撮ったり、うん、あのインタビューしたり、うん、釣り屋代表とも話してるから、うん、それ全部まだ残って持ってるんですよね、うん、だからもうレイ君が、US、うん、このそのデビュー後から、うん、USC チャンピオンの、うん、メガドキュメンタリー作りますよ、うん、もうそれが終わったら。いやいや、こちらこそ。で、ネットフリックスに売ります。初ですよ、それ、世界初ですから、そんなの、そんなのないから、うん、そうですね、最初から
だってチャンピオンまでセコンドもついてくれてるじゃないですか。そうなんですよね。全く何もしなかったです。僕が唯一の役割はそのオクタゴンに乗ってそのスポンサーのバーナーをパッて投げようとする、それをやろうとした時に僕が乗るなって言われてじゃあダメだいやいや、あの時はちゃんとね、あのミット持ってくれて打撃をいろいろ指導してくれて、はい、あのすごく心強かったですよ。しっかりとセコンドついていただいて、いや宝物の経験ですよ。それはレイ君のセコンドに入ったっていうのはありがとうございます。本当にありえないですね、そう考えると。ラッキーとしか言えないです。あのここに引っ越してパレストラがすぐそこにあってで平達郎選手ともでシュートのチャンピオンになる前にスパーリングもしたこともあるっていうのはありえないですよ、考えてみると。本当にいや人生って本当に面白いですねってしか言えない。これで最後にしたいですね。もしも、はい、平がチャンピオンになって、はい、でレイ君が上がっていって、はい、もうタイトルマッチになったらどうするんですか。一回は絶対考えたことありますよね。ありえなくはないじゃないですか。まあまあ、あの私はもちろんスリアレのセコンドにつくじゃないですか、はい、で私の一番弟子の松根亮太が達郎のセコンドについて、はい、でまあもちろん僕は自分の息子を応援して向こうは達郎を応援して、はい、でまあもう結果はねもう後からついてくるんで、そこはうんもちろん、それでそれができたら本当に僕はあのちょっと引退してもいいなと思ってますいや本当に前から言ってるんですけど、はい、もうやりたいことをやり遂げたんで、それで、はい、それが実現すればですね、うんうん、で岡田もいつも両方の席についてから、 そうですね、その時はなんか一番高い席を買って、真ん中で見るって言ってましたなるほど、ノーサイドで。そうですね。選手同士はどうなるんですか。ちょっとやりづらいところあると思いますか、2人とも。まあ今はね、まあ同じチームだけども、なかなか柏と沖縄なんでね、会うことがないんで、うん、一緒に練習する機会もあんまりないんで、まあ、この前ちょっと沖縄行った時に少ししたんですけども、うんうん、だからまあ普通に選手とやるような感じでやるんじゃないですか、お互いが。あのその辺はね、うん、もちろんあのスポーツマンシップにのっとってね、はい、あの戦って、うん、まあそれはもうどっち勝つかは分かんないですよ、それは。でもそれができたら僕はもう本当に満足です。はい、うんうんうん、まあできればタイミングがね、うん、合わなければ、うん、もちろんそう いいんですけど、うん、でも確かに、うん、変な意味で達成感は、ね、うん、感じますよ ね、はい、まあ、基本的にうちは同門もやらせてきたんで、今までは同じチームでもやらせてきたし、はい、来月もうちのチームと沖縄のチームがプロで試合したりとか、それもあるんですよ、はい、はい、うん、だからもしレイと達郎が戦ったら、まあ、それはそれで僕はまあ嬉しいなと思うし、うん、全然ありな話です。全然ありえますよね、はい、うん、やるんだったら日本で、うん、UFC ジャパンでやるべきですよね本当にいろいろ楽しみですね。 UFC が日本で人気になってれば、はい、になっていければ俺は超嬉しいんで、うん、そしたら UFC の話も普通にできるようになるんで、そうですね、本当にね、はい、お願いします。皆さん UFC 見てください、はい、ぜひ応援してください、はい、はい、今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ザ・ブラックロードジャパン総合のジムなんですけど、まあ、キックボクシングも普通になられて、まあ、フィットネス普通に痩せたい方も全然ウェルカムなので、柏、真橋、千葉の近くにいる方はぜひ概要欄チェックしてください。おすすめですよ、健康にいいですよ、運動するのは。ということで、はい、お願いします、はい、あとはそのチャンネルの登録ボタン、それをスマッシュしてください。いいねボタン、This one right here、それもスマッシュしてください。お次はすぐまたお会いしましょう。バイバイ。